はい、こんにちは。株式会社スピーチャパンの三橋です。今日はですね、上がり症を克服するという方法、いくつか実はこの他の動画でも上がり症克服についてはお伝えしているんですけれども、その他今までね、他の動画ではお伝えしていない方法をお伝えしたいと思います。やっぱりね、この上がり症、緊張してしまうという方っていうのは多いんですけれども、そのね、いくつかテクニックある中の今日は一つお伝えします。今日ズバリ言いましょう。これね、男性の方が分かりやすいんですけれども、方法は一つです。オーダースーツを作ってみてください。これです。話し方じゃないのと、なんでオーダースーツ作るのが上がり症克服につながるのと思うかもしれませんが、これは別に、変なこと言ってるわけじゃありません。オーダースーツを作ることがあなたの話し方を、堂々とさせ、そして、緊張感を取るという一つの方法です。もう意味が分かんないと思うかもしれませんが、ちょっと解説していきましょう。なぜ、これ男性の方が分かりやすいんですけどね、オーダースーツを作ってそして着ると上がり症克服につながるのかというと、やっぱりですね、洋服、今僕もスーツ着てますけれども、これはセミオーダーぐらいな感じなんですけど、やっぱりこれジーパン T シャツでね、こうやって喋ってるよりも、スーツとか、あとはピシッとしたね、本当に一張羅っていうんですかね、いうのを着るとね、本当に身も心も引き締まるわけです。そうすると単純に、まず背筋が伸びますよね。ピンとするわけですよね。で、もしこれがね、スーツの中でも、例えば1万円ぐらいのスーツを着るときと、これが、これ全然違いますけど、例えば50万円ぐらいする。50万もしなくても、10万円ぐらいでもいいですね。高級スーツを着た場合と、やっぱり、10万円のスーツを着ると、男性の方はわかると思うんですけど、すごくね、いわゆる鎧をまとってるというか、戦闘服って言ったりしますけれども、その男のね、自信につながるわけですよね。で、結局、上がってしまうとか緊張してしまうっていうのは、当然精神的な話なので、いかに、自分の中に自信をつけさせるかっていうところは非常に大事なんですね。そういう意味で、僕はね、まず見た目を変える。で、見た目って言ってもどうやって変えるのって思うと思うんですけど、やっぱりビジネスシーンで見た目をね、一番かっこよく、手軽にっていうと、僕は、費用対効果考えると、オーダースーツを作って、やっぱり一番ね、かっこいい自分。かっこいいってどういうことかっていうと、僕もスタイリストさんのお友達たくさんいるんですけど、やっぱりね、サイズがぴったり合ってること。これなんですね。いい生地を使っててもダボダボだったり、変にこうね、ツンツルテンだったりするとかっこ悪いわけですね。で、サイズがバッチリ合ってるっていうのは、やっぱりオーダースーツを着るっていうのが一番いいわけです。そうすると、かっこいい自分になり、で、ちょっといい生地を多少使ってね、オーダースーツを着ると、やっぱりこう、気持ちが引き締まり、で、喋り方も当然変わってくるわけですね。なので、オーダースーツを着ることは、話し方を向上させるだけではなくて、いわゆる緊張感を取る、堂々とね、さあ行くぞみたいな気になる、非常に大きな僕はね、武器だと思いますんで、だからこそこの上がり症を克服するための一つのね、方法論、ツールとして、私はオーダースーツを作りましょうというふうにお伝えしたいと思います。これもちろん女性の方もね、オーダーっていうのはあんまりないかもしれませんけれども、ちょっといい、ドレスとか、スーツとか、を買うっていうのがそれに近いことだと思いますので、ぜひね、参考にしていただければと思います。というわけで今日もね、上がり症を克服するにはオーダースーツを作れというね、ちょっと変わった観点ですけれども、参考にしていただければ幸いです。で、こういったね、話し方に関するテクニック、様々このチャンネルではお伝えしておりますので、よければチャンネル登録をしていただくと大変嬉しく思います。そしてね、私の話し方のセミナーの動画を90分丸々無料でプレゼントもしておりますので、ぜひ下にね、 URL がありますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、今日もご清聴ありがとうございました。スピーチジャパンの三橋大輔でした。